はい、ライブ開始まで、少々お待ちください。今日はですね、ちょっとまだ始めないんですけれども、今日はマーカーヤの商品を紹介しますので、石川さんと二人で進行していきたいところなんですが、石川さんが出張に行かれてるということで、あとまた中継で今、ライブ配信を、石川さんの音声は中継で拾っておりますので、声聞こえてますでしょうか？はい。もし、やっぱり若干、我々が喋ってるのと、視聴者さんが聞くのと、やっぱり多少ちょっとタイムラグが7秒ほどあるみたいなので、ちょっと、コメントもしいただけてたとしても拾うのがちょっと時間かかるかもしれないんですけれども、ちょっとその際はご了承ください。お願いします。はい。では、そろそろ始めましょうか。お願いしまはい。す。改めまして、皆さん、こんばんは。こんばんは。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、マーカーエアの、期中、まあ、夏物の商品をご紹介したいと思います。もう東京は結構暑くなってきてまして、まあ多分全国各地もそうだと思うんですけれども、本格的にちょっと梅雨を感じるような、ちょっとジメジメっとしたような、ちょっと雨が続いたりとか、なんか台風が来てたりとかあるみたいなんですけれど、ちょっとジメジメとした、ちょっとなかなか気持ち悪い日々がもうすぐ来そうなんですけれども、まあその時でも非常にぴったりな、いわゆる偏付ですね。まあ、かや定番の偏付を、今日はご紹介したいと思います。商品を今回は、ご紹介したいと思いますので、全部で4型、ご用意しております。ではまあ、形もそうですけれども、もう何回説明したか、もう数えきれないぐらいだとは思うんですけれども、まあその偏付とは何ぞやっていうところを、ちょっとまずはお話しいただいてよろしくお願いします。偏布という素材、まあ麻の一種だと思ってください。で、偏布って、まあ麻って大きく分けて、まあ洋服用に使うの3種類ぐらいの素材がありますと。で、一つ目が一番有名なのはリネンだと思います。リネン、アマって言われるリネンと、で、まあ時々聞くかなと思うのはラミですね。ラミチョマって呼ばれます。で、リネンは基本的にヨーロッパで作られているものだと思ってください、中心は。で、まあアイリッシュリネンとか昔すごい有名なのがあったんですけれども、で、今はもうアイリッシュリネンはほぼ作られてない感じです。で、チョマって言われるラミーに関しては、これアジアでの生産が非常に、アジアでも育つものなんで、アジアで作ってます。で、昔日本人が着てた洋服っていくと、ラミーも非常によく着てました。というのはコットンなかったんで、大昔でいくと。で、その頃はラミーもよく着てた素材の一つです。で、もう一つアジアでもよく育って、どこでもよく、どんな環境でも育ちやすいものの一つに、ヘンプがありますと。で、ヘンプ、いわゆるタイマーです。で、まあ、専用に育てている大麻っていうのは、あまりこのこう薬効成分というか、あまり強くないものが中心になるんですけれども、これ完全、ほぼ専用で今育ててます。で、日本は法律の縛りがすごくきついんで、一部栽培してます。なんですけれども、それはなんか、しめ縄だったりとか、こう神事に使うようなもので、ヘンプ使ったりするんで、一応行政でちゃんと申請をかけて、それをオッケーしてもらえて、警察の届け出かなをすれば、大麻育てられるんですけれども、非常にハードルが高いというのは、日本ではほぼ専用の大麻育、えっと、今育てていることはないです。で、今回のやつ、これは中国で育ってるものです。黒竜江省で育ててます。で、大橋麻業っていう日本の会社が、もともとリネンで一番有名だったハードマンっていう会社の、紡績の技術を引き継いで、今それを中国で。なんで、このリネンもハードマンのラベルを付けられるリネンです。あ、ヘンプです。ごめんなさい。このヘンプもハードマンのラベルを付けられるヘンプですね。付けてはないんですけれども。というものです。それの60番っていうものを使ってます。で、じゃあ、リネンとヘンプとラミ、どう違うのっていうと、なんかリネンがまあ、一番柔らかい感じが出やすいですね。で、ラミが一番硬い。その代わり一番光沢感が強い。で、ヘンプはその中間ぐらいだと思ってください。リネンとラミのちょうど中間ぐらいの硬さで、で、まあ、なんだ、光沢感も、まあ、中間ぐらい。でも、まあ、パッと見た目、リネンか、
偏腐化ってほとんどの人がほぼわからないと思います、うん、だからこれかなりきれいに分析してるんで、そういう意味で昔のね偏腐っていうと結構荒っぽいものが多かったんだけど、今はかなりきれいな感じになってるんで、いわゆる朝を分析する順房っていうお湯の中でこう分析していく感じなんですけど、はい、お湯というか水分の中でね、でそれをすることによって朝の中に含まれるペクチンとかその粘着質のある物質が溶けてくれて、なんだ繊維同士を束ねてくれるという感じになるんで、その分析方法でやって非常に綺麗な偏腐です。でもっと細いものも引けるような、いい原料を使ってやってますね。で、はい、その60番なんで、まあ、ほぼほぼ理念と変わんない感じ、ラミー感、ラミーってもっと硬い感じがあるんだけど、うん、これなんかほとんど理念と変わんない感じだと思います。で特徴的にも非常に、理念とかにも似てるんで、でどういう特徴があるかというと、まず、非常に肌離れが良くて接触冷感的に冷たい感じを感じるんで、うん、夏には最高の素材も理念と一緒ですね、うん、吸湿性も非常に高いで、あともう一つ紫外線とかもよく防いでくれるんで、そういう意味でも、まあ、日焼け防止にもなったりとかっていう意味でも非常にいいものですね。であとね、まあ、あの抗菌作用もあるんで、まあ、綿に比べたらリネンの方がやっぱ匂いにくいかな、リネンとかヘンプの方が匂いにくい、汗かいたりしても。あとは、まあ、これ朝全種類に言えることなんですけど、洗濯にめちゃくちゃ強いです、うん、さっき言ったみたいに濡れた時にペクチンとか出てきてくれたりとかあるんで、あの濡れた時の強度が、乾燥してる時よりも高くなるんで洗濯に非常に強いっていう特徴があります、うん、もちろん色褪せとかっていうのは起こっていくんですけれども、素材自体は非常にあの長持ちしてくれるものです。で最初若干硬さがあるんですけど、これ洗い込んでいくことによってどんどん柔らかくなっていく、うん、濃色とか若干毛羽が出てくるんで、それでちょっとかすんだ色に見えるかもしれないんですけど、その分風合いめちゃくちゃ良くなっていくんで、そういう意味ではね、朝育ててあげて楽しい繊維ですね。なるほど、うん、大麻もヘンプも全く同じことが言えます。はい、いいよね、指定版っていいですね、やっぱり、うん、まあ、定番でやってるので結構見ていただいてる方とかは、うん、結構もう馴染みのある、ね、うんうん、素材だとは思うんですけれども、まあ、夏もシーズンもしっかり展開しているうちの代表的な春夏の素材ですね。ですね、はい、まあ、着て涼しいし、なんかやっぱりあの普通のコットンよりも、まあ、朝の方がこう涼しい、うん、見てる方も涼しい感じがする、うんうん、プラスこの、ね、いい光沢感があって高級感あるし、ちょっとやっぱ綿よりは高い感じの洋服に見えてくるよね。まあ、シワ入るんだけど、うん、シワもかっこいいからね、朝のシワの入り方、うん、であのリネンとヘンプとラミーでいくと今ね、リネンよりヘンプの方が高いんだよ。リネンもだいぶ今少なくなっちゃって、今年値上がりすごいらしいんだけど、ヘンプの方が高くて、まあ、生産してる数自体も少ないし、うんうんうん、いうところでヘンプの方が高かったりするんで、そういう意味でもね、かなりあのうちのちょっとお買い得感あるかなっていう感じがすると思います、うん、はい、ありがとうございます、うん、あともう一個、はい、ごめん、いい、もう一個、あと環境問題、環境のこと話しながらね、あのヘンプってめちゃくちゃ成長が早いんで、でほぼほぼもう日本でもどんな環境でも育っちゃうような植物なんで、栽培非常に楽ですっていうのと、あと土地に対するダメージが少ない、で連作って続けて作物植えたりとかもできるしみたいな意味でも、本来であればもっともっと栽培していい繊維だと思います、うんうん、特に日本はね、この高温多湿な夏があるんで、その時期に着るのに最高の素材なんで、本来であればもっともっと日本でもあの栽培していっていいものじゃないかなと思ってます。やっぱり日本だと大麻っていうワードがちょっとあれですよね、どうしても、ね、うん、なんか悪いイメージがどうしてもついてしまってるので、まあ、うん、そう、ダメ絶対でやられてるからね、うん、そうですね、ダメ絶対ですからね、あのそのまあまあ、今世界的にはどちらかというと大麻解禁の方向に動いてて、でも日本は大麻取締法っていう法律でちょっと、うん、逆に厳しくなっていってるのかな今、うんうんうん、いう感じで、まあ、吸うのはもう吸わなくてもいいと思うんですけど、吸うとか、うん、ね、そのそういうのはいいと思うんですけど、まあ、繊維としての大麻っていうのは非常に可能性高いものなんで、はい、めちゃくちゃいいものなんで、もうちょっとなんかその辺の栽培だけでも許可されたらいいのになと、なかなか難しいところだと思うんですけど、うんうんうん、と思ってます。ありがとうございます。じゃあちょっとここでコメントいただいたみたいなので、ちょっとご紹介を、あ、これね、
いただいた。読み上げられますか。ヨダトハさんかな。サテンのシャツ持ってるんですが、はい、サテンと比較するとどうですか。これサテンのシャツって、うん、どのサテン、コットンサテンかな。コットンサテン。マーカの方でサテンあった。今シーズンはマーカの方でサテンはなかったと思います、うん、なんか前回ありましたよね、うん、コットンサテン、うん、あのパンツ、パンツ、パンツでありました。コットンサテン、本当それかな。コットンサテン、はい、なんだろうね。シルクサテンあったっけ。シルクサテン、ビンドレンスやってるか。そうですね。それ違うかな。また違うやつだと思います違う、その話じゃない、うん、ごめんなさい。どのサテンだったかな。そこはちょっとわからない。まあ、あのサテンと比べてっていうところでいくと、より気軽にあの、まあ、綿サテン、にしろ、シルクサテンにしろ、めちゃくちゃいい素材なんですけれども、うん、あのサテン地って実はあのちょっと糸とこう折るときに飛ばす数が多いんで、若干弱いんで、ちょっと気を使ってあげた方がいいかな、うん、みたいな感じはあるんで、その点でいくと、ヘンプの方がガシガシ着てもらえる感じがあると思います、うん。っていうのと、接触冷感とかの涼しさでいくと、やっぱりヘンプの方が上かなと、着てて涼しいなと感じるのは、ヘンプの方が上かなと。で、まあ、着てて綺麗な感じでいくと、その、サテンの方が、こう、うん、もっと落ち感がトロトロっとあって、綺麗な感じで着てもらえると思いますので、ちょっと性格が違うものだと思ってもらうといいと思います。うん、はい。もう一個じゃあ、はい、どうぞ。ヒロポン34さんからご説明すでにあったら申し訳ございません。ヘンプのポケットスクエアティーは透けますかっていうふうにいただいてて、これ色によるよね。そうですね、うん、今シーズンあのちょっとまあ先にお話しすると、うん、白と黒とこのコーヒーブラウン、うん、トープって4色あるんですけれども、やっぱ白以外は問題ないと思います、うん、そんなに透けないよね、まあ、はい、白はやっぱりあのどうしてもっていうところはあるので、うんうん、それはなんか白レイヤード楽しんでもらうっていう考え方がいいですよね、うん、はい。なのでまあもし透け感が気になる方でしたら、ちょっとまあ白以外選んでいただくのが良いかなと思います。はい、はい、うん、い大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。まあ、先ほどはアマトマっていう話あったんですけど、うんうん、テンプはタイマ、何マっていうんですか。タイマ、あ、タイマ、あ、そうか、アマ、チョマ、タイマ、そう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 、タイマー大きい朝、タモジじゃなかったんですね、うん、なるほど。なんかあ、アマタイマーだけど漢字タモジだからさ、あ、そういうことなんですね、うん、アマはアジアマーで、チョマはちょっとあれなんだろう、なんて言うんだろう、わかんない、ごめん、漢字すら想像できてないですなんて言ったらいいかちょっと調べとくわ、ううチョマの蝶緩和辞典でちょっと僕気になるんで、先その前にそれを解決してから行きましょうか、はい、うん、カズ、ちょっと待ってね、カズラ、なんか違う、違う、ごめんごめん、おとか、あ、チョマのチョで朝なんだもん、カラムシ、カラムシ、あ、へー、カラムシって呼んだり、うん、あ、へー、そうなんですね、カラムシ、そうそう、あのチョマ自体カラムシって呼ばれてて、うん、で、ね、そう、もうこのチョっていう字体で草冠に、草冠に宇宙のう、ああ、はあはあはあ、うん、はあ、でこれ自体でも朝を意味するだから、朝朝だね、感じで、あ、なるほどだいぶ主張が激しい感じで激しいね逆に日本で言うとさ、はいはい、あのそっちの方が先にあって、天のあってさ、あのちょっと待ってね、天のあは、あ、なんかインド、ア大陸とかのアだからさ、これごめん、俺全然漢字苦手だね、ちょっと待ってねア自体はさ、あ、継ぐとかだから、次のとか、アだから意味だからさ、だから先にやっぱりチョマだよね、うん、うん、チョマがあって、それに次ぐ朝としてのアマがある、日本だと多分、なるほど、タイマ別枠かね、タイマ大きい朝、うん、なんか別っぽいですね。ちょっとジャンルが違う感じしますね。そうね昔は日本各地でね、はい、朝育ってたからね。うん、うん、うん、すごい育ててたんで。だけど、はい、ね。すみません、ちょっと脱線しちゃいました、うん、はい、あの。早く商品を紹介しろという声がもう聞こえてると思うんですけれども。すみません、はい、はい。1つ目いきます。うん、1つ目は、今僕が着用しているオープンカラーワイドシャツ。はい、でございます。もうあの夏仕様というところで半袖でご用意しております、うん、はい、
結構身幅もたっぷりあるので、まあ、今の時期、ちょっとまあ夜はまだちょっともしかしたら肌寒いかもしれないんですけれども、日中はもう結構暑くなってきているので、もう半袖短パンで街歩いてる人もいますし、あのすぐ着たいっていう人も、取り入れていただけるようなアイテムかなと思います。はい、かなりね身幅ゆったりさせてるからガバッと着てもらって、はい、かわいいよねこれも、はい、で長袖やってたやつの、半袖版ですね。はい、ね、で袖丈肘下ぐらいまである感じなんで、ビッグシルエットで着てもらってかわいいですね。まあ、やっぱり、だん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 トレンド的にもちょっと細くなってたりはするんですけれども、うん、やっぱ夏場はこれくらいゆったりしてる方が、そうだよね、うん、やっぱり着やすいですよね、うん、ベタつきもあれですし、確かにね、体から浮いてくれてる方がね、うん、で下にでっかい隙間もあるし、うん、でっかい T シャツとかも着れるし、はい、やっぱ袖口とか風が吹くと袖口とか裾から風通ってくれるしで涼しいよね。うん、うん、なんで、こんな感じでご用意しております。お色味は、先ほどお伝えしましたが4色でご案内しております。ホワイト、またこのコーヒーブラウン、すごいいい色なんです、うん、見えますね。なんかちょっと光の当たり具合によっては紫っぽい感じに見えなくはないなみたいな、なかなかいい色です。かなり深めのね、はい、うん、これをなんか長年着て洗濯繰り返すとすごい色になりそうな感じです。いいですね、はい、いいですね。と定番のブランクと、うん、こちらも定番のトープの4色でご案内しております。現在発売中なのでぜひご覧ください。トープはさ、あの、はい、結構これ朝のタイマー元々の色に近いんだけど、これ染めて作ってます。結構なんかねばらつきあったりするんだよね、年によってとか。ああ、なるほど、うん、で黒っぽくなったりとか、レッティング、タイマーも確かレッティングっていう、こうちょっと周りのさ、あの茎の周りのこう何皮の部分とかを、まあ、腐らすじゃないけど、うん、ちょっと取ったりするときに、あのなんか土壌の影響を受けたりして刈り取ったやつを畑に寝かしていったりするんだけど、その時の土壌の関係とかによって結構ね色が黒くなったりとかいろいろあるみたい。多分酸性アルカリ性とかの関係なんだと思うんだけど、俺もそこまで詳しくないんだけど、そこに関しては見たことがなくて、レッティングしてるとことか。だからね、前はすごい綺麗なあの木なりをがあったんだけど、今それがあんまりないとかいろいろちょっと問題があって、あ、うん、その時々によって色があったりするんで、まあこれはなんか綺麗な色をつけてますと、はい、うん、やっぱり土の影響とかその年の気温の影響とかもやっぱあるんですかね。多分あるんだと思う、気候の、その年の気候の影響とかさ、確かにそういうのは、まあ、うん、同じものを天然なものでやっぱ同じものを作り続けるってやっぱすごい難しいんですね。そうだよね、本当に、うん、ね、これまあ全ての作物に言えることだろうけどさ、うんうん、今年はカシミヤが大変だからね。ああそうみたいですね、うん、ね、ヨシミ君も言ったけど極寒で大変だったから、うん、ヤギいっぱい死んじゃったりとかでね、ちょっと悲しいニュースが、うん、聞こえていましたけども ね、その時は、うん、まあでもしゃあないっちゃしゃあないですもんね、まあ、自然のもんだからね、うん、ヤギを家の中に入れるわけ いかないからね。もう数が数ですからね。そうよ、大変なことになるよ何個ゲル立てないといけないかそうですね、確かに、うん、ね、はい、はい、じゃあ続いての商品です。僕が今入ってるクラシックフィットショーツです、はい、これも夏といえばですね、うん、はい、これもうちの定番のクラシックフィットって呼んでるパンツがありまして、はい、その、ウエストから腰回りで、これウエストあれだよね、ゴム入れてないもんね。ゴム入れてないです、うん、これはゴムなしですっきりした感じになってます。で、そのシルエットをちょうど膝ぐらいだよね、膝ちょい上ぐらい、はい、の丈でカットしてるもの、カットしてるというかの丈にしたショーツですね。で、裾幅等はちょっと調整してます。ショーツとしてかっこよく見えるように、はい、そのまま切っちゃうと太すぎたりするからね。うん、確かに。でもこれかなり太いもんね、裾幅も割と、はい、うん、太いですよ、裾幅は。これがサイズスペック持ってないからあれだけど、はい、横から見ても多分、うん、太さはしっかり感じられると思います。これも涼しいよね。だからそうですね、もうショーツはもう履いてる人多いですね、うん、そうだね、街中は。確かにあの世の中ショーツ好きな人たちが今いっぱいいるからさ、うん、
結構まだちょっと肌寒いぐらいからもうショーツ履く人たちが、ね、多いもんね。多いですね。うん。やっぱもうショーツに上はロングスリーブ、まあ、シャツでもカットソーでもですけれども、そういうスタイルって本当今しかできないので、なんか見てて羨ましいなとは思ったりします。なんで羨ましい？自分はしないなんか 僕なかなかそのタイミングと持ってる服が合わないっていう問題があるんでなかなかワンコーデぐらいしか組めないんで俺はあんまショーツ履かないからあれだけど、うん、履いてるとこ見たことないです、ね、家の中ぐらいまあでも確かに、まあ本当に真夏とかですと家でも履けちゃいますし、うん、それだけ快適ですし、そのまま外も出れちゃうので、うん、やっぱ朝のショーツ、まあいわゆるヘンプですけど、ヘンプのショーツ、うん、一本もやっぱヘンプとかショーツがあんまり得意じゃない人もやっぱいらっしゃるとは思うんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょこれくらいのワイド加減だったらすごい履きやすいと思いますし、上もまあゆったりしたもの合わせてもいいですし、なんかちょっとレギュラーなフィット感でメリハリつけてもらうのもいいと思うので、ぜひあの持ってない方は一着手に入れてもらって、実際履いてみてもらえれば良さは分かると思います。いいですね。あとごめん忘れた、普通のさ、はい、あのクラシックフィットのロングのパンツと違って、これコインポケット追加してるよね、フロントにね、フラップ付きの。あ、ここですね、はい、うん、ございます。でよりクラシックな感じにしてます。よりクラシックな感じです。 iPod、うん、いやいや指縦2本ギリです無理か無理か。でも昔の人はやっぱコインポケットっていうか、ここにコイン入れてたってことですよね。あとチケットとかね。ああ、はいはいはい、うん、チケットとか。あとはワッチポケットって、 これはワッチポケットじゃないか、ワッチポケットじゃないかな、うん、じゃないですね、うん、ワッチはそこじゃないかとかね、うん、ちっちゃいポケットいろいろ呼び方あって。ああ、そうですね、いろいろな呼び方ありますもんね、うん、そう、ワッチは懐中時計だよね。うんうん、まあ、でもここが、まあ、で、うん、あの機能としてはもしかしたらあまり役に立たないかもしれないんですけれども、うんうん、まあ、例えばアタックインとかすると、うんうん、あるとないとで結構見え方はここら辺のニュアンスは変わってくるので、うん、ちょっとクラシックな感じになって、はい、これにロングスリーブタックインするようなスタイルでも非常にかっこいいんじゃないかなと思います、うん、はい、なんか今ね、はい、1個コメントいただいて、 I am Kazuki03 さんから、はい、半袖ショーツだと子供っぽくなりそうで心配です、うん、大人っぽく見せるコツはありますかっていうのをいただいてて、ちょっと素材感とか例えば朝とかにしてもらったらさ、これまさしくちょっと大人っぽい感じで着てもらえるんじゃないかなっていう気がするよね。で、確かに、うん、でこれの上下してもらって、これ例えば上をあの T シャツ型にさ変えてもらってもいいし、うん、みたいな感じにするとちょっと大人っぽい感じで来てもらえる。それい、あの、うん、かなと、うん。ごめん、ちょっと言いかけてやめたけど今。何ですかね。あの、かなと思います。はい。なんで、この素材感とか選んでもらって、まあ、T シャツ短パンだとどうしても、あの、スポーティーな感じすると子供っぽい感じになると思うんですけど、うん、それリュックとかっていうとね、もうほぼほぼ小学生みたいな感じになっちゃうから、でもこういう大人っぽい感じで合わせてもらえれば、なんか大人な感じの半袖ショーツスタイル作れると思います、はい、うん、まあ、あとはまあワントーンとかでもう合わせちゃえば、それこそ今着てるのはセットアップなんで、うん、ね、こういうもう統一感ある感じで迷ったらもうこのセットを着てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、はい、あとね、NUKIK18I85 さんから、こんばんは。去年のヘンプオープンから半袖シャツのブラック買ったのですが、長ズボンで今季のヘンプとセットアップで着れますか？去年とヘンプ素材同じでしょうか？去年と今季の色差はありますか？あ、これ、あの、本当に申し訳ないんですけど、色が完全にシーズンまたいで別で染めてる時に、色が完全に揃うことはないんですっていうところで、一応あともう洗濯を重ねてると新品とだとやっぱちょっと色がずれてしまうことがあるっていうところでいくと、どこまでのマッチングを求められるかなんですけれども、完璧なマッチングっていうところでいくとちょっとあの自信を持って合いますとは言えない感じです。で、去年と同じあの
染めも素材も一緒、染めてる線香所も一緒なんですけれども、それでもずれちゃうんですよね、どうしても微妙に。完全に同じ色を再現するっていうのは僕らもちょっとほぼ不可能と思ってもいいぐらい、なかなかそこは完全にならない。ただまあ黒だとそれはすごく分かりにくいかなと。さっきのね、あのコーヒーブラウンだっけ、うん、とかだとより難しいんで、はい、まあ、僕ら色染める時のこの色の配合のことをレサイプっていう、まあ、レシピと同じでレサイプっていう言い方するんですけど、レサイプ全く同じにしても同じにならないんですよね、なんかね、そこは本当に難しいです。やっぱそれこそその年に取れるあのヘンプの具合によってまた変わってきたり、白さも変わってきて、ね、まあ、それで本当にそれでも微妙に変わったりとか、うん、いろんな条件が重なってやっぱり全く同じにはならないんで、うん、そこはね難しい。ただ黒はまだ分かりにくいと思います、うん、あとはどれだけ洗い込んでて白っぽくなってるかみたいなところが色の差としては大きいんじゃないかなと思います、はい、うん、でもせっかくだからぜひ合わせて上下できてもらいたいですね。まあそうですね、もう毎シーズン作り続けてますし、まあ、ブラックも毎シーズンご用意しているので、まあ、ちょっとそのやっぱり先ほどおっしゃっていただいたように経年の具合は違うかもしれないんですけど、ね、片っぽをすごく履いて使って追いつけてもらえれば、なんとかなるんじゃないかな。追い越すかもね。追い越すかもしれないですね。大変ですね、それはそれで。はい、ありがとうございます。はい、うん、では、続いての商品に参ります。はい、では続いての商品は、トップス、ポケットスクエア T シャツですね。はい、この珍しい不白の T シャツです。はい、まあ、T シャツ、プルオーバーのシャツというか、クルネックからボートネックとクルネックのちょうど中間ぐらいですね、はい、のネックの空きで胸ポケットが1つついて、で裾スリット入りで前後着丈差をつけて、はい、うん、これもあのかぶりやすいようにガバッと大きめのサイズになってます。吉見君着てみる、これちょっと。あ、着てみます。ちょっとお待ちください、せっかくなので、うん、その間にコメントとかあれば、はい、コメントはいただいてないですかね、大丈夫ですかね。あと昨日こう今からこれでネット通販で買い物、うちの商品とか見てもらって買い物していただく方もいらっしゃるかもしれないんで、また YouTube の宣伝をちょっとさせていただくと昨日あげた失敗しない ネットショッピングで、あ、なんかパンツ見えてるよ、あ、違うか、俺だけだ、ごめんごめん、俺だけに見えてるね。ネットショッピングで失敗しないような採寸の仕方みたいなのをお伝えして、ちょっとだいぶマニアックな話なんですけどっていうのをお見せしてます。昨日アップしてますんで、ぜひご覧ください。でうちのサイトは結構サイズスペックのところかなり慎重にちゃんと上げてます、はい、ただし、まあ、完全にサイズ感一致してるとは言い切れないんですけれども、ちゃんとサイズスペック上げてますんで、ある程度信用していただけるんじゃないかなというふうには思ってます。でやっぱサイズ悩むと思うんで、昨日上げた YouTube のもうネタバレのお話をさせてもらうと、要はちゃんとこう自分の気に入ってる洋服があって、このサイズ感好きだなみたいな洋服を、メジャーを買って採寸しておきましょうねっていうお話をさせてもらってて、で、概要としての採寸の仕方みたいなことをお伝えしてるんで、ぜひ皆さんご覧になっていただけるといいと思います。で失敗も減るんじゃないかな。僕も僕普段 Google Keep ってメモアプリを使うことが多いんですけど、 Google Keep の中に、まあ、これは自分で洋服作るためもあるんですけども、気に入ってる自分で作った洋服で自分で作ったものじゃない洋服も含めてサイズバババッと測って、でその洋服の写真1枚撮ってサイズスペックを入れるような感じで、で、タグでサイズスペックっていうタグを作っていつでも見れるようにしてます。なんでちょっと迷った時とか、自分のサイズ感どれぐらいがいいかな、ネットを見ながら分かんない時にはそれを振り返れるような感じにしてもらえると非常に便利だと思いますので、ぜひ YouTube 見てやってみてください。おい、お待たせしました、うん、こうやってクルーネック合わせてもらうと、ちょっとクルーネックの T シャツ横がしっかり見える感じだったりとか、うち結構ネック高めなんで、まあ、こうやって見えるのも可愛いよね、はい、それでレイヤードしてもらって、うん、色合わせてもらっても可愛いと思います。ちょっと差し色中に入れてもらっても可愛いと思います、うん、で前後の着丈差のバランスもちょうどいいぐらいだと思いますんで、今5、6センチつけたのかな、
で、でちょうどいいぐらいで綺麗に着てもらえると思います。でこれも身幅ゆったりあって袖幅広いんで非常に涼しく着てもらえるものですね。やっぱあのいわゆる綿の T シャツと雰囲気は全然違うので、うん、またなんかこの幅もう細めなので、うん、襟のね本当にさっき、はい、おっしゃってみたいなボートとブルーの本当中間ぐらいのいい塩梅のネックになっています。なんか、まあ、T シャツよりもより綺麗に着てもらえる感じ、うん、ね、可愛いですね。でさっきのここ、うん、はい、どうぞ。すいませんまあここの、うん、このレイヤード感がもし嫌いであれば、うん、タンクトップとかでも全然いいと思いますし、ね、まあそういうふうに見せなくてもそんなに幅は広くないので、うん、なんかちょっと女性っぽい感じにはならないようなアイテムです、はい、すいませんでした。で長袖とか今もうちょっと長袖厳しくなってくると思うんですけど、なんか本当にもうちょっと涼しい時期だったら長袖のちょっとモックネックっぽいもの合わせてもらってもまた全然違って可愛く着れますし、うん、いろんな着方できると思うんで、ね、その辺のレイヤード楽しんでもらうみたいなことができるんですごくいいものだと思います。はい、ありがとうございます。ごめん、あのパンツ履き替えたね。はい、うん、パンツ行きましょうか。はい、行きましょう。パンツ、はい、ではパンツ最後パンツなんですけれども、うん、イージーアーミートラウザーというお名前です。はい、まあ、アーミートラウザーという名前の通りなんですけれども、うん、ちょっと軍物のような要素も取り入れたヘンプの新しいパンツです、はい、うん、膝タック入れて膝裏切り替えあってちょっと膝が出た感じで、はい、あのヘンプの特徴でトロトロっとした感じが落ち感が出てくれるんで、それをこういうね、で光沢感があるこういう綺麗な生地でこうミリタリーっぽいパンツをやるっていうのでイージーパンツでやってます、うん、なんでこれ本当あの超楽に履いてもらえるパンツだと思います、うん、でポケットあれだよね、片玉ファスナーだっけ、これファスナーです、うん、なんであの、まあ、僕はファスナーつけるのはよく物を落とすんでポケットの中からポロポロ旅行行く時とかも含めてめちゃめちゃ物を落とすんで、一応ファスナーつけてるパンツも欲しくなるんでファスナーついてるパンツもたまに作ります、はい、うん、後ろもね、お尻にもしっかり、うん、そっちは盗難防止だね、はい、そこにスマートフォン入れてあのファスナー閉めとくと盗まれにくくなるっていうのでね。でこれ結構今まで盗まれてきましたか、うん、そう、散々盗まれてきた経験と散々車に物を落としてきた経験の両方。あ、そうか、そうですね、うん、車に物を落とすはありますね。あのこの間も俺取ってきてもらったもんね、吉見くんに。あ、そうですね、はい、うん、IS の中にありましたね。はい、確かに、まあ、そこはちょっと仕方ないもんね、うん、もうポケチャックついてないとどうしてもガバッと出ちゃうので、ガバッと落ちちゃう、深く座った時とかに物がこぼれるんで、はい、それ防止用に、うん、はい、はい、感じで、まあ、あの横から見たら、うん、この膝が出てるような、うん、このカーブの感じが分かりやすいかなと思います、うん、こんな感じで裾、これ絞りがついてるので、うん、ギューッと絞ってちょっとシルエットを変えて、はい、ちょっとスニーカーとか靴にかかるような感じでもいい、うん、そうだね。なんかあのスポーツ系のスニーカー履いた時にやっぱり裾絞れる方が便利なんで、うん、裾でいっぺん絞ってあげてあのスポーツ系のスニーカーがドッとある方が、うん、今ごめん俺の画面じゃ分かりにくいんだけどスニーカー何履いてるんだっけ。今エアフォースです。エアフォースかぽいやつ。エアフォースはナイキじゃないの。ナイキじゃないですよ。あ、ナイキじゃないんだでもそんな感じのちょっと、うん、バスケットシューズっぽい感じで合わせて、うん、この辺だったりとかね、それこそ最近の本当トレラン系の、あ、そうですね、合わせてもらったりするときにもやっぱり裾絞れる方がバランス取りやすくなるんで便利だと思います、うん、でもちろん夏なんであの裾あのドローコード外してもらってサンダルとか合わせてもらってもいいですし、ね、まあ、絞ってサンダルでも可愛いと思うけどみたいな、うん、結構こう履ける靴のバリエーション広がってくるんです、絞れると、うんうん、確かに、ね、っていうところでいろいろ使えるパンツだと思います。はい、うん、まあ、ちょっとやっぱこのパンツ、まあ、スポーティーな要素もあるんですけど、うん、まあ、このヘンプで表現していることによっていい意味でアンバランスな感じが面白いです ね、この感じ、なんかこう洗ってシワシワっとなった感じも可愛いだろうしね、これね、うん、そのカジュアル感が
でも光沢感があってみたいなところで、うん、本当に夏ぴったりなアイテムだと思います。おい、はい、ありがとうございます。で、まあ以上で今日ご紹介したかったものは以上になりますので、はい、最後おさらいをしたいと思います、うん、あ、言い忘れました。こちらの今履いてるイージーアミトラウザーには、白はご用意しておりませんので。オッケー、はい、白のパンツが、ショーツは白あったんだよね。はい、うん、白だけです。あ、ショーツだけです。白と用意しております、はい、ね、はい、はい、お願いします。はい、まず1着目、最初にご紹介したオープンカラーワイドシャツ、こちらが税込み29,700円、現在発売中です。続いて、今僕着てるやつですね、ポケットスクエア T シャツ、こちらが33,000円でございます。で、ショーツ、クラシックフィットショーツ、こちらが税込み34,100円、はい、で最後に今履いているイージーアミトラウザー、こちらが税込み44,000円でございます、はい、現在発売中になってますので、よろしければオンラインストアの方を覗いてみてください。もうすぐにでも使えると思うぐらい暑くなってきてますのでですね、ぜひ、はい、気温が上がりきる前にぜひゲットしていただいて、うん、夏に備えていただければと思いますですね、はい、はい、じゃあ最後、はい、どうですか、吉野君の話前から俺 あんま話すことないわ。あの、そんなことないですよ。やっぱりあの、うまい話を聞いてるんで、いつも僕は。何言ってますか。お互い褒め合って、ちょっと気持ち悪いです。お互い褒め合って。そうそう、終了させてもらいますか。まあ、コメント最後大丈夫ですかね。ね、皆さん大丈夫ですか、読み上げてますかね、忘れてないかな。あ、なんか一件あるそうなんで。あった。ちょっとお待ちください。じゃあ、よしみくんの方であれしてもらってもいい？俺の見つけられなかった。DIO1222。SS さん、うん、ありがとうございます。 T シャツは素肌に1枚で着るのありですかといただいてます、はい、あ、そうですね、うん、この全然、うん、ありだと思いますよ。その時ちょっと濃いめの色にしてもらってる方が、うん、透け感が抑えられていいと思います、うん、透け感っていう意味ではやっぱり白以外を選んでいただいた方がいいと思うんですけど、ね、まあ、綺麗な、全然着れると思います、うん、むしろそっちの方がこの接触冷感も肌でか、そうだ、ね、文字通り肌で感じられると思うんで、夏は全然1枚でいいんじゃないかなと思います、うん、朝1枚ね、朝1枚って超おしゃれだね、すごいかっこいいですよね、うんうん、全然ありだと思いますので、はい、ぜひトライしてみてください。ぜひ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では他はコメント大丈夫そうなので、いいですかね、この辺りで今日は失礼しましょうか、うん、はい、あと絵文字でいただいてる感じですかね、グスタフ、オレ、あ、ごめんなさい、読み方が分かんない、うん、絵文字いただいてました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひまた次回もご視聴ください。はい。はい、では、この辺りで失礼したいと思います。ではまた来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。